でも僕この問題点で言うと、うん、男って少しのミステリアスさを残してほしいものじゃないですか、うんうんうん、で同棲するとやっぱりその神秘さだったりとか、うん、ミステリアスさって保つの難しいじゃないですか、うんね、全部見えちゃうから、ね、で男って最初は女の子のいろんな目見たいなって、うん、見た後にそれがあこういうとこ見せてくれるんだって愛情に変わるかって言ったらなんかちょっと飽きちゃう部分ってあると思ってて、だから僕は墓場に一緒に入る時に8割ぐらい知れるぐらいの関係値が僕はいいと思うんですよね。ってなってくるとまあなんかお話ししてた感じだと多分 100% 私を知ってっていうのが強すぎて多分相手さんはね色気ないなとかなんかドキドキできないなってきっと思っちゃってる気がするんですよ。確かに小出しに自分をしていく、自分の中で見せてない面とかないのなんか、でももう全てさらけ出してます